えー、ことぶきエンタメ同好会。映画や、あ、エンタメについて語らせていただいております。ことぶきつかさです。さあ、今回ちょっとね、お話ししたい、まあ、エンタメニュースなんですけれども、中森明菜、完全復活かというね、エンタメニュースについてね、ちょっとね、えー、お話ししたいと。で、僕は中森明菜さんの、こう、まあ、大ファンなんで、ちょっとやっぱ気になるんですよね。 ネットニュースちょっと読ませてください。えー、中森明事務所明かす今後の活動ということなんですけれども、えー、本格復帰が注目される歌手、中森明が今後の活動について、歌手のほか声優、女優も視野に入れていることが分かったと。えー、個人事務所は取材に対して、アーティスト活動としては中森の体調を第一優先に歌手、 声優、俳優などご縁がある限り、前向きに検討させていただければと思っている次第ですと、まあ回答したと。で、今のところテレビ出演は全く予定しておりませんとして、で噂がありましたね。24時間テレビに出演するんじゃないかだとか、紅白歌合戦の出演があるんじゃないかとか、こういう記事が出るたびに、えー、事務所としてはそういったオファーをいただいた事実すらございませんと。 ま、回答してるわけなんですよね。で、まあ、体調不良を理由に2010年に無期限の音楽活動を休止、まあ、発表したわけなんですけれども、現在も、ま、体調回復に注力していますと。 で、一方でデビュー40周年を迎えた、2022年8月に再始動に向けて、現在の個人事務所を設立した。で、今年に入って活動を活発化。4月から YouTube の公式チャンネルにジャズバージョンのセルフカバーの新録を公開。さらには7月13日、59歳の誕生日,日に向けて、ファンクラブ会員向けのイベントを開催することがこう明らか にななっていいるというニュースなんですけれども、まあ、僕世代より上の方で言えば中森明菜さんのこの偉大さ、えー、分かってると思うんですけれども僕より年の下の方は、まあ、中森明菜さん知ってるけどもそんなにすごかったのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですよね。もともともちろんご存知の方多いと思いますけれども日本テレビのね えー、日本テレビのあれですよ、あの、オーディション番組。スター誕生でね、えー、札が上がって、要はオーディション番組に勝ち抜いたわけなんですよ。で、えっと、レコード会社ワーナー、パイオニアと、ま、契約して、でね、えー、16歳の時ですよ、えー、スローモーションでデビュー。その後、少女 A、えー、セカンドラブ、キンクだとかね。 だから、今考えると、い,いわゆるこの、うん、オリジナルなアイドル像というか、可愛い,いフリフリの衣装で、えー、アイドル善としていたキャラクターとは全く違う、まあ、独自の大人の、まあ、路線を踏んだアーティストですよね。だ当時、えー、自ら、アイドルって、やっぱ言わなかったですからね。 アイドルっていうのは、まあまあ偶像っていう意味だけど、要は自ら偶像ですとは言わないわけですよね。あのー、世間だとかファンからアイドルという風に扱われて、本人はいたって、まあ歌手だとか、女優だとか、っていう思いがあって、で、そのカウンターとして、小泉京子さんのなんて言ったってアイドルっていう曲が、 秋元康さんが作詞してるわけですから、だから前提としてアイドルというのは個人の肩書きというよりか、周りからの評価っていうのが前提だったんだけど、確かさ、80年代アイドルとかって、特に女性アイドルの場合はキャッチフレーズとかがこうついたけど、僕の記憶が確かならば、中森明菜さんは、もともと、ちょっとエッチなミルキーっ子でしたからね。 ちょっとエッチなミルキーっ子。要は、この路線で中森明菜さんを売り出そうと、まあ、事務所もレコード会社も考えたわけですよ。ただ、中森明菜さんがその件に関してノーと言ったって言われてますよね。あの、芸名もつけるっていう、う話が事務所からあったけれども、いや、中森明菜で行きたい、本名で行きたいって、えー、明菜さん自身が 強く主張したなんていう話も聞いたことがあります。だから、やっぱり中森明菜さんっていうのは他のアイドルとはちょっとやっぱ違う、真の強さみたいなものを持ってたんだなと思うし、その後、ミ・アモーレ、デザイアで日本レコード大賞を取るわけだけど、日本レコード大賞を取った時が二十歳ですからね。もう二十歳で日本を代表する歌姫、ディーバーになったっていう、 やっぱこれはやっぱす、今二十歳って言ったらほんとまだ子供ですからね。子供。だからやっぱりそれぐらい中村明菜さんはすごかったなと。で、歌手活動だけじゃなく、映画ですよね。えー、愛旅立ちで、まあ主演したりだとか。 ま、ドラマ、まあ、数々出てますけれども、えー、素顔のままで。確か最終回視聴率30%超えたんじゃなかったですかあの、安田成美さんとの共演でね。まあ、後半撮影でいろいろあったっていう裏話もあるけれども、でも、女優活動、俳優活動としても、中森明さんは最前線を走ってたと。ただ、えー、あれは2010年だったと思いますけれども、まあ、体調不良ということで、 芸能活動を一旦この中止停止したじゃないですか。あれは2014年じゃないですかあの、紅白歌合戦の、ニューヨークからのレコーディングスタジオからの出演とか、あそこは興奮しましたけどね。アゲナちゃん復活かなんていうふうに思いました。ただまあ、その後2018年ぐらいですか。 え、活動をこうセーブするようになって、で、去年か YouTube 開設でちょっとこう復活の兆しみたいなことでしょでも、若い方それこそ知らないとは思うけれども、まあね、もう壮絶な人生なわけですよ。まあ僕の知る限りで言うならば、これはもちろんね、あの個人的なお付き合いがあるわけじゃないし、確かかどうかわかりません。ただ、まあ事実でしょ 近藤正彦さんとね、お付き合いされてて、何があったか分かんない。いろいろ言われてる。いろいろ言われてるけども、真相分からない。でも、事実として、近藤正彦さんの、マンションで、まあ、命を絶たれようとしたのは、事実でしょう。なぜそこに、至ったかは、推測の域を出ないけれども、でも命を絶とうとした。 命は取り留めました。もちろん。その後ですよ。ええー、もう映像が、目に焼き付いてますけど、あの、金病部の前でね、近藤正彦さんと中森明菜さんの、まあ、記者会見が開かれたと。その裏側ではいろいろあったなんて報道があるじゃないですか。そのね、その近藤正彦さんの事務所、まあ、旧ジャニーズ事務所、 の、思惑、考えもあるわけですよ。近藤正彦さんといえばね、その、当時は、まあ、まあ、ジャニーズの長男みたいな、肩書きもあって、えー、事務所側からも押されて愛されてたわけですよ。うん、まあ、この件をね、ダーティーな形にはしないっていうことで、金病部の前で記者会見をした。で、これからもバックアップすると、 近藤正彦さんはおっしゃいました。ただ、中森明菜さんは、の考え、聞かされていた記者会見とは、全く違ったっていう話もありますよね。だって、あの金屏部おかしいでしょ。金屏部の前で記者会見するってもう、うん、結婚報告でしょ。ただ、そうはならなかった。もしかすると、中森明菜さん的に、そりゃあ、 心の傷、深かったんじゃないかな、なんていうふうに思います。そして、えー、家族との、断絶ですか。えー、親族の方がね、時折、コメント出します。まあ、コメント出すっていうのは、マスコミが、聞きに行ってるからコメントを出してるんですけれども、長年ね、うーん、会ってないとか、連絡が取れないとか、いろいろ言われてます。真相は定かじゃない。ただ、 事務所とのトラブルもありましたよ。遺跡トラブルがあったりだとか、で、その都度ね、うん、週刊誌などに、ん中森明菜さんのこの負の面、負の面ね、が、ま、あえて言うならリークされてたとか、っていう、この背景がある中で壮絶な人生を中森明菜さん歩んだ上で、それは体調不良にもなりますよ。なると思う。で、 ま、今回ね、いろいろ噂はされたけども、まあ、YouTube もね、あのー、始められたし、えー、歌ってる姿もね、こう映ったりだとか、本当今回は、本当に復活してくれるんじゃないかなっていう、うファンの思いもすごく強いと思うんですね。で、そんな中、そんな中ね、あのー、もう一つ、中森明菜さんについてのエンタメニュースがあるんですけれども、えー、こちら。 えー、歌手の中森明菜さんの個人事務所が7月に開催予定のファンクラブ会員対象のイベントについて、えー、取材に応じたえ。ファンの皆様とつつましく過ごさせればと思っておりますと。 59歳の誕生日を迎える7月13日、中村明菜さんの誕生日ですね。ファンクラブ会員へ向けたイベントを開催することがこれまで明らかになったと。一部報道で復活ライブなどと報じられたが、事務所は復活ライブ。 復活コンサートというのはちょっとミスリードを招く表現だよ、情報だよという見解を発表していると。ファンの前に姿を見せるのは、あ17年12月のディナーショー以来、6年半ぶりとなり期待が高まっている。ここまではいいんですよ。で、ね えー、13日、秋名の誕生日を含め、12日から14日の全5公演行われると。で、食事やトーク、歌唱が楽しめる内容で、えー、各3時間30分を予定しているんですが、えー、1公演、チケット代、7万1300円ということが、まあ、判明したってことなんですね。何の問題もないだろうと。ただ、ネットに意見が、 かなり寄せられてるのが、高いぞと。ディナーショーで、今までね、ちょっとこう、まあ、セミリタイヤですか、えー、から、こう、復調している状態での、ディナーショーが、71,300円が高いぞって意見が、寄せられてるっていうことに対して言いたいのが、もう、バカかと。いや、本当に思う。本当に、このチケット代金で高すぎるって文句言ってるやつ、 バカかと思う。まず、タケよって言ってるやつ、行かないよね。チケット買わないでしょ。もっと言うと、100%完売するからん。行きたくても行けないから。この値段で買えないから。だから、いや、今ね、アーティストのチケット代金高くなってるよとか、まあフェスもかなり高くなってるよって言われてる。でも、そのコンサートは埋まるし、フェスも人気があるわけ。要は、 需要と供給のバランスで、チケット代、エンタメ代っていうのは、設定されるわけじゃない。って考えたときに、むしろ、中森明菜さん、今までずっと、お数年間、表舞台から去ってたわけ。その中森明菜さんが、もちろんファンクラブ会員限定かもしれないけれども、ディナーショー、ライブをする、生歌を聴ける。なおかつ、大きな球場、ドームとか、武道館とか、 の距離感ではなく、ギナーショー近いからね。この距離感で7万1300円。全然高くないと思う。てか思いません全然高くない。僕もチケットを買いたい。7万1300円を払っても。いや、こういうことなんだよ。だ需要と供給のバランスが取れてたら、外野がとやかく言うことではない。っていうのが僕の思い。これがエンタメに払う 対価ととしてての正当性だと僕自身は思ってる確かに全体的にこの高騰してるっていうのはわかる。でも考えてよ。うーん。ラーメン一杯500円600円でもう食べられない時代で倍の値段がついてるわけで、チケット代だってその倍の値段になってる。要はラーメンだって高くなってる。てか全ての物価が高くなってる中、中森明菜さんのこのディナーショー、 7万1300円が高いって言ってる人は、まあ、ちょっとこのエンタメ価格のアップデートができてないのかなと。いや、安いとは言わないよ。安いとは言わないけれども、この7万1000で行きたいっていう人が多くいるっていうことは、需要と供給のバランスがついてるっていうことを、まず理解しなければいけないっていうふうに思うんですよね。いや、とにかく、あの、中森明菜さんのこうニュースがエンタメ、 えー、ニュースとして流れてくることだけで、僕本当にね、あのー、嬉しい。で、彼女のこの壮絶な人生みたいなものも踏まえた上で、そのままフェードアウトしてし,でしまうセレブリティも多い中、この年代で、この年齢で中森明菜さんが、復調するっていうことは、本当に嬉しいと思う。いや、当時のその80年代アイドルの方だってよ、 今でも、その芸能の世界でバラエティとかに出演されてる方はいらっしゃるけれども、いらっしゃるけれども、多くの方々が、まあ、卒業していったわけですよ。この芸能界を。これは自然の摂理なの。一時スターになって、そのまま継続しているなんて、宝くじ30回当てるぐらいな確率だと、僕自身は思ってるのね。80年代アイドルで言うと、 あ最後にね、僕ね、大好きなお話をね、ちょっとね、お伝えしたいんですけれども、要はね、80年代のその、そうん、初等のこのアイドルたくさんいたけれども、よく言われていたのが、あの、三大アイドルって。三大アイドル。誰か。松田聖子。中森明菜。小泉京子。この三人が、いわゆる、 トップ3アイドルって言われてたのよ。いや、もちろん、あの、活躍されてた女性アイドルはいっぱいいるけれども、やっぱり、松田聖子、中森明菜、小泉京子がトップ3だってよく言われてたし、僕も聞いたことがある。でね、僕あのー、小泉京子さんにインタビューをさせてもらったこともあるんだけれども、僕は小泉さんのね、もう名言だと思うけれども、 話もね、やっぱ忘れることができないわけ。何言ってたかっていうと、キョンキョンね。松田聖子さんは、小泉京子さんの二つ先輩なんですよ。先輩なの。で、中森明菜さんは同期なの。キョンキョンからすると。で、小泉京子さんが言ってるのは、当時、よく、うーアイドルのトップ3なんて、 言われましたと。聖子ちゃん、アキナちゃん、そして私と。でね。とんでもないと。おこがましいと。聖子ちゃんは大好きだった。で、聖子ちゃんの歌は全部歌いたし、振り付けも真似たと。要は松田聖子さんなんてトップだったと。一方、同期のアキナちゃん。とんでもない才能だったと。要は、 トップ3なんて言われるけれども、アキナちゃんと聖子ちゃんは、とんでもない自分に差をつけた上での1位、2位だったんですよと。そのだいぶ差を開けられた上で、もしかしたら私が3位だったのかもしれない。ここで終わらないのがね、素敵なんですよ。ただ、と、小泉さん何を言ってるかというと、 私はもしかしたらじゃあその立場で3位だったかもしれない。けど、4位のアイドルの方が誰かは存じ上げませんけれども、かなり差はつけてましたけどねって言ったのよ。かっこよくないかっこいいでしょいや、これ聞いて僕はもう惚れ直したけどね。いや、小泉さんっていうのは、名言中の名言を吐くし、 やっぱそれなりにやっぱずっと活動してて今でもね一線でいるアイドルっていうところを考えるといや素晴らしいなっていう風に僕自身はまあ思いましたけどねちょっと余談でしたけれどもただまあ中森明菜さんがね今回まあ復調してでファンクラブ会員に向けてまあディナーショーを行うっていうね本当に今後もなんかの明菜さんの活動みたいなまあ YouTube もあるし えー、ニュースがこう、エンタメニュースで流れてくると、いや僕は嬉しいなっていうふうに思いました。やっぱりアキナさんのこの壮絶な人生みたいなものを、なんかこう、情報として入ってくる分、まあ応援したいなっていう気持ちも非常に強いのが本音です。というわけで、今日は、えー、中森アキナさん、えー、副長、女優も、声優もやっていきたい、そして、ディナーショーも行いますよという、 エンタメニュースについてお話しさせていただきました。えー、ことぶきエンタメニュースではあ、ほぼ平日毎日24時までにエンタメニュースを1本取り上げて、えー、僕がお話しさせていただいております。もしよろしかったら番組登録そしていいねをよろしくお願いいたします。以上、おおことぶきつかさでした。